Okay. Lesson 44. これ最後のレッスンですけど、ね、ちょっと最後なのでちょっとあの全部 のストーリーをまとめるのアクティビティなのです。はい、そのみんな大きな円にね、本当に壁の方と本当に大きな円に座って、真ん中はちょっと何ていう本みたいの紙を置いて、先生はあのジーザスストーリーブックバイブルからちょっとあのストーリーのタイトルだけちょっと言って、例えば He's here 彼が来ましたとか、そのタイトル言って、子供ねそのストーリーの何ていう細かいのこととか、あこの人あのイエス様も来たとか、あの何ていうマリアもマリアから生まれましたみたいね、そのこと思い出したらあの本の方に走って言って、もう自分の席に帰るみたいなね。はい、だからもうでももしねタイトルだけ言ったら子供んもう全然ピンとこないから、だからちょっとあの例えばこの絵だけちょっと見せて、子供に見せて、早く見せて OK みんな覚えてるとか、ちょっとヒントねちょっと出した方がいい。あ、じゃあソフィアちょっとやってみます。God makes a way、 神様から道を作りました。 God makes a way、 思い出した OK、 はい、ちょっとヒントします。Okay. Okay, 何 Can I say in English? Try Japanese. あれ、海が分かれる時のあれ。You're supposed to be running home. So, 走って、ここに立って。Okay, はい。見て。あれ、海が分かれる時のあれ、あれ、軍隊が来てる時の話です。Yes! ピンポーン!ウー!はい。では次のストーリーに行きます。もう子供ね、全然手伝ってもいいよ。あの、ストーリーを見つけて、タイトルを言って、もうそれだけです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。